いや、意識大事だよね。俺も猫背だからさ、ニャン背だからさ、ニャンニャン背だからさ、猫背も相当負担かかってるらしいからね。頭ってさ、めちゃくちゃ重いんだってさ。イメージで言うと、猫背って猫背であることを筋肉が支えてんだって、背中の。だから背中が凝るんだって。で、俺猫背だけど凝らないのは筋肉が強いからなのよ。要はボーリングの球を手でさ、真上に持ち上げていたらさ、まあ、重さはさ、直接真下にかかるからさ、大丈夫じゃん。猫背の状態って片手で上に持った球を前に傾けた状態なんだって。だからずっとこう、腕がこわばってる筋肉で支えてるって状態らしいんだよ。だからなんだよ。肩甲骨凝りませんか？肩甲骨凝るって感覚はあんまわかんないんだよね。でも肩甲骨綺麗に動く方が声が出やすいとか空気を吸える量が変わるって聞いてから、歌う前とかライブの前とか肩甲骨回しは必ずやるようになったね。あ、ヘルニアになった時筋肉筋肉筋肉って嫌になるほど筋肉言われました。そうね、そうなんだよ。ヘルニアってもう神経がこう、ヘルニアってこう飛び出して神経をさ刺激してるからさ、それをさせないためには、まあヘルニア手術した後とか特にあれだよね、筋肉で支えてあげないとっていうところなんだよね。いやー、腰も首もそうなのよ。マッスルボディは裏切らないのよ。